NHK をぶっ壊ということで、まあね、昨日の夜ぐらいから言ってるんですけども、僕ね、ちょっとその NHK の、その今回の、そのいわゆる尖閣諸島、まあ、中国の人たちは魚釣島っていうのかな、まあ、いわゆる尖閣諸島が中国の領土だということを、まあ、NHK のあれ国際放送になるんですよね。であの国際放送というのは外国に向けたそのラジオなんですけども、あれって唯一っていうかその公共放送じゃなくて国営放送になるんですよ。ちょっとね、皆さんあんまり区別がわからない人いっぱいいると思うんですけど、普通の NHK の放送っていうのはこれは公共放送として受信料から、やるんですけども、国際放送についてはこれは国からお金をもらって NHK が業務委託を受けてやってるんですね。だからそういう意味では正確に言うと、今回の事件は NHK の放送で起こったっていうよりも国の放送で起こったっていうことなんですね。で、日本国の簡単に言えば政府、国がですね、国の放送で尖閣諸島は中国の領土だって言ったことになるんですね。で、ここ僕もこう2日ほどかかって調べてるんですけど、これ本当ね、やったやつ本当外観誘致罪とか、まあ外観誘致罪ってちなみに殺人よりも罪重いんですよ。死刑しかないんですよ。で、外観刑法82条とか4条とかその辺にあるんですけど、外観罪っていうね、その国を滅ぼすためのいわゆる戦争を誘導するような罪がそこにあるんですよね。で、外観罪とかその辺でこれもうね、解雇じゃなくて逮捕ですよ。 NHK はこの中国人の契約を切ったとか、これなんていうか生ぬるいこと言ってるんですけど、もう直ちに逮捕しなきゃいけないような案件ですよ。だってこの国の領土が中国の領土だっていうことを日本の国営放送で言ってるっていう、これ中国からしたら、お前ら自分で認めてるやん、自白してるやんって言われるようなものなんですよね。だからこれはその刑事告訴も検討とか言ってますけども、直ちにこれは、外観、まあ誘致罪無理にしても外観絡みのですね、これ重罪です。ちなみに外観誘致罪というか外観罪っていうのは未遂もありますから、その辺のちょっといずれにしても、まあこれ威力業務妨害か偽計業務妨害罪でもまずいけると思うんで、こんなのね、クビにしたからって言って許せるような話じゃないです。で、逆を考えたらめっちゃ分かりますよ。逆を考えたら、もし中国の CCTV にですね、日本の人が採用されていてね、いわゆる魚釣島、あの尖閣諸島は日本の領土ですって言ったらどうなると思います？そんなもう即殺されるでしょ、即死刑でしょ。から死刑にしろとまで僕も言わないですけども、少なくともこれ明らかにこの中国人確信犯でしょ。だからここは直ちに逮捕してですね、そこについても不適切な表現とかそんな話は本当ないですよ。これ明らかに間違ってる放送をしてですね、それが国際問題に発展しかねないようなことをやってるので、まあね、 NHK も名乗るようなこと言ってるでしょうし、これは総務省が、総務大臣がしっかりとここについて NHK に対して電波止めるようなことをしなきゃいけないんですよ。何度も言いますが、これは公共放送の仕事じゃなくて、スポンサーはこれは国であって国営放送なんですよ。外国に向けての放送ですからね。だからそれはスポンサーである総務省が NHK の今回のミスというか、まあ、乗っ取られたという、まあ、とにかくどういう状況であれ、そんな日本の領土が中国の領土だなんていうことを放送したことに対しては、免許を一回止めるべきですよ。例えば食中毒を起こしたくて起こすお弁当屋さんとか料理店、飲食店ってほぼないじゃないですか。でも結果として腐った料理、いわゆる食中毒が起こったら営業停止食らうでしょ。それと一緒で、当然今回の NHK のやったことっていうのは許し難いものであってね、その役員の言及とかっていうレベルじゃなくて、まずは NHK の放送を止めるっていうことを僕はしなきゃいけないし、やった犯人、これあえて犯人と言いますけども、直ちに逮捕するべきだと思います。ということで、真面目な話でしたが以上です。 NHK をぶっ壊。